おはようございます。今の時刻がだいたい6時です。ちょっと顔がですね、いつもあれですけど、今日さらにあれでですね、寝起きなんでね、ほぼいつもほぼ寝起きなんですけど、ちょっと今日はね、早起きしてました。で、今ですね、フェリーターミナルで受付をしました。犬がいるので、自動受付でちょっとできないので、受付に行ってやりまして、これからですね、船の方に乗ります。あ、曇ってきたな。どんどんですね。はい、で、これからですね、函館の方に向かいまして、はい、そこからですね、予定は小樽までですね、到着できればいいんですけど、小樽観光駐車場っていうのがありまして、そこの方ですね、宿泊の申請すれば、まあ、泊まれるということなので、今日そこで一泊したいと思います。まあくまでもね、今回の旅というのが5泊6日になりまして、イベントですね、フィールドグッドフェスの方に出させていただくということで向かうんですけど、まあ、そのついでにちょっとね、ちらっと旅をして帰ろうかなという感じなので、まあ車中泊キャンプを織り交ぜた内容になるかと思います。で、一泊ね、フェス会場の方にも泊まりますので、ちょっとそれはね、どうなるかわかんないんですけど、まあとりあえずね、頑張っていきたいと思います。で、まあ、不安なのがですね、まあ、病気して以来初めてこう人前に出るっていう、というか、まあ生きててそんな人前に出ることなんてあまりないんで、まず人混みに行くということがね、もう何年ぶりなんだろうっていうぐらい。ねぶたはコロナ始まる前にね、一回行ったけどね、あんま飛んでない場所をね、取っておいてもらったから大丈夫だったけど、まあそこが不安だけど、まあ、自分をね、克服するっていう意味でもね、今回こういう風にね、機会いただいて、お声がけいただきましてね、本当にありがたいことでございます。ありがとうございます。なのでね、楽しんでいきたいと思います。ではね、はい。向かいます。今ね、部屋って何？部屋じゃなくて、ここね、誰もいなかったんで、ここにしました。なんかレディース席がすごい、レディース室、めっちゃ混雑してて、普通の部屋の方がね、空いてます。でね、Wi-Fi 飛んでるし、結構ね、めっちゃいいじゃん、何これ。鏡か。なんだ、鏡かよ。出れるんだ、すごい。なんかビューシートじゃなくても全然、ほら、もうビューだね。ここフリーに使っていいとこみたい。すげえじゃん。私いつもね、青函フェリーばっか乗ってたから、初めてではないが、いつぶりだろう、多分幼少期以来、コロを乗せていくっていうことでね、ドクルームに入れたから、車の中じゃね、ちょっとね、かわいそうだし、見れないから。あいつ病気だからね。なんでね。いや、いいですよ、すごく。自分の部屋より広くて、どこにいればいいんだか。ああ、出発した。
濡れてるけど仕方ない。だからだ。ねえ、いいね。いいね、ほら。海だよ、海。海の上咲いたんだ。到着いたしました。いや、なんか思ったよりね、すごく早くてびっくりしました。とりあえずお腹すいたんでお腹が空いてしまったんで、まずね、腹ごしらえしに行きたいと思います。それからね、おたるに向かおうと思います。ちょっとね、これをもう今ちょっと散歩させなきゃいけないんで、場所を探して頑張ります。はい、着きました。いや、おたる、なんかね、一方見物だとこめっちゃ混んでて並んでるんですよね。どうしよっかな。すごいですよ、おたる群が。いや、すごい人いっぱいいる。でね、たまたまの山の越し古民家さんのね、オーナーさんとばったり会いまして、今から一緒にご飯行くことになりました。なんか夜市に行くっていう噂は聞いてたんですけど、びっくり。まさか小樽にいると思わず。うわぁ、すごい。たまたまお会いするっていうね、青森の人間が小樽で、間違ってびっくりした。ということでね、なんか、おなぎお寿司屋さん見つけたみたいだから、ご一緒させてもらうことにしました。いやー、すごいね、小樽運が。これが噂の。
やばい。あ、座ってる施設の方がいいので、ね、すいません、51番着くわ。はい、そちらは貼ってないので、はい、トイレ麦茶、うん、やだやだ、もう疲れるわ。おはようございます。すっかり真夏のよろしくお願いします。なんか思ってたより小ぶりじゃないですか、はい、小ぶりじゃないですよ。どういうあれですか。どう思ってたんですか。で、あ、身長がね、身長がね、そう、身長がね、意外と小さいんですよ。いやもう、いやいや、すいません、本当。もうちょっとしたらみんな集まる。いやもう、あの、すごい、すごいですよ。ちょっとやってた。はい、いちごご飯のと思ってるんで、はい、本当にあの北海道の野菜と、うん、あのまだ鶏肉バージョンしかないんですけど、うん、お肉と、いやものすごくて、もう大変です。とりあえず座って飲もうかな。大財さん、はじめまして。はじめまして。ソロキャンプの魅力ってお伺いしてもいいですか。そうですね、やっぱね、自分の時間を自分だけで使えるっていうところが魅力だと。なんか女性のソロキャンプも増えてるとは思うんですけれども、うん、やっぱり女性一人だと危ないとか、うん、防犯の仕方、あ、これです。見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ持って帰っていいのかな。水も。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、おはようございます。今日も爆風です。はい、もう夕べですね。特賞頑張りました。北海道の芸能人の方と一緒にね、出させていただいて、たける専務さんとね、いやもう。慣れた中ね、助けていただいてね、なんとか頑張りましたけど、本当に暑かった。で、今日ですね、北海道3日目でございまして、全然ね、車の中とかね、お見せしなかったんで、お見せしますけどね、大変ですよ、やっぱ3日目ってね。はい。これは大丈夫かい？で、これね、これ、ゴミ箱です。これ、おむつ入れなんですよ。コロナやっぱほらあれをね、あれしなきゃいけないじゃないですか。
なんでね、これ持ってきて、まあ、ゴミも一緒にこれに捨ててます。匂いね、しません。おむつ用なんで、すごくいいです。長旅にね、これ買いました。そんな高くないんですよ。すごくいいです。はい、もうこういう状況です。もう、これがね、これだけにすればよかったね。中の、ドライブボックスも持ってきちゃったんで、結構ね、もう、パンパンです。で、これはもう、畳むのめんどいんで、どうせまたすぐ使うんで、このまんま、やってて、で、車載用冷蔵庫ですね。いや、もうぐちゃぐちゃですよ。何がなんだか、もうとにかくね、着替えも多いし、着替えも一粒ですよ。一粒。ちょっと壊れてるね、このトラスコね。もう壊れてるんだけど。で、寝具と、これはライト、撮影用の機材とか入ってます。カメラとかね。あと、昨日ね、いっぱいいただいたんですよ。いろんなもの。ちょっとまだね、全部把握しきれてない。本当にありがとうございました。いただいて。すいません、なんか。はい。で、もう荷物はね、一応着替えとも寝具以外は、最小限できてるんですよ、これでも。で、コロナものもありますからね。で、これにも、これに調理器具とか入ってるだけ。あとは、一個、焚き火道具。焚き火台とかね、そういった周りのものを持ってきてるだけですね。もう、爆発ですよ。爆発だけどね。よかった、この車に変えて。まあ、ちゃんと畳めばね、こんなことなんないけど。で、これね、秋のビールいただいて。これ、DCM のクーラーバッグ。今日からね、これに食べ物とか買ってね、入れて、氷類買って、これね、使っていこうと思ってます。あ、入れた。ありがとうございます。おっちさん、はい。一人だけ飲んで古い。ごめんなさい。いただいちゃいました。僕ら今日日帰りですよ。帰りですよ。すいません。すべく YouTube をやっております。タケルセムと言います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、YouTube で釣りやキャンプの動画を投稿している YouTube 歴8年80です。よろしくお願いします。お願いします。はい、青森からやってきました。キャンプとか車中泊とか犬連れで楽しんでおります、ジャイジャイと申します。よろしくお願いします。お願いします。YouTuber のたける専務さん、それから八丸さん、そして青森からジャイジャイさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、寒いね。寒い。これもありがとうございました。ご質問大きな拍手お願いします。